こんにちは。服とスノーボードの店、レイブン前橋の大輝です。今回はですね、レミーラ2023年真夏物からこちらキャップ帽、これのサンプルをお借りすることができましたので、これについて話してみたいと思います。まずですね、生地感、使われているのが高密度ツイル、コンパクトツイル、まあ、要はあのチノパンとかで使われているような、こういう斜めに線が入るようなツイル生地なんですけど、ちょっとね、生地薄めでもないな、まあ、しっかりしてる、まあ、チノパンとかぐらいな感じの厚さで、密度がね高めなんですって。だからね、このいい具合のツイルのツヤだったりとか出てて、まあ、頑丈、洗っていけば洗っていくほど当たりがね出ていい感じになっていきそうな生地でできてます。まあね、これ多分洗いかかってるのかな、なんかすごいいい表情がもう出てますよね。なんでまあ着用と、あとね、あの芯がこれ入ってないんですよ。だから、まあ、ガンガン洗濯機でも洗えそうなぐらいな感じなので、まあ、汚れたら洗って被って洗ってっていうのを繰り返していただくと、より雰囲気良くなっていきそうな生地感です。で、作りの話、まあね、レミーラでこれまで出てたあの後ろがパチパチのタイプ、ちょっとね僕私物で被ってるやつ持ってきたんですけど、これまで出てたキャップが、まあ、こういうねスナップバック式だったんですよ。それが今回はベルト式に変わりました。まあね、ベルトなんで無段階で調整可能なんですよ。僕とかね結構頭小さめなんで、あのスナップバック式だとマックスで閉じてもちょっと緩かったんですよね。なんだけど今回からね、こうやってギューって縮めることができるので、こんだけ縮めれば多分子供でもいけそうな、僕の娘とかもねこういうタイプのやつを、僕の私物をねこうギュッて締めてかぶせてるんですけど、そんなこともできそうな感じの仕様に変わりました。でこの部分、これね、あの隠したりとかあできるな、ピロってなっちゃった部分はここに入れてあげればシュッすっきりとねしてあげることもできると、まあ、このままねピロってなってても僕は好きですけどね、そこら辺はお好みで変えていただけます。でトップが6パネルに見えるんですけど、実はねこのフロントの部分、このパネルは1枚になってます。だから5パネルみたいな感じになるのかな。でここのフロントがまあつながってるやつをここでつまんで、こういう球状の形にしているっていう、まあちょっと変わった作りですね。でこの通気口的な菊穴はフロントだけね近いです。これ前のキャップとかもこの感じだったんですけど、まあ、ここもねワンポイントになってるかなと思います。でツバがね、さっきちょっと言いましたけど芯が入ってないんですよ。前までのは結構ね硬い芯が入ってたんで硬くしてたんですけど、今回は全部布でできてます。でちょっと問い合わせいただいたんですけど、ワイヤー入ってますかって。なんか当店だとね、ファッティのハーフキャップとか、これですねとか、ここにワイヤーが入ってるんで好きな形でねこう固めるというかキープできたんですけど、今回のこのキャップ帽は特にワイヤーとは入れてないです。入れてないけど、まあ生地がねしっかりしてるんで若干この形は作れるんじゃないかなとっていう仕様になってます。で僕がね個人的に好きなのはね、このねここのこのむっちり感、要はここに硬い芯が入ってるとこのなら縫い目と縫い目の間のこの立体感、むっちり感
出にくいんですけど、今回ねこの中に入ってる芯がね柔らかい芯なので出るんですよね。このなんかいいでしょこれ、このエッジ部分のこのここのなんかパイピングっぽい雰囲気というか、なんかねなんかいいっすね、レミラっぽいのかな、なんか柔らかい雰囲気がして、ここもポイントです。あとはねこの刺繍、これがね結構どえらいことみたいです。このちっちゃいんですよ文字が。なんかね他のところでも何社かこういう刺繍してほしいってレミラがオファーしたらしいんですけど、ちょっと無理だねっつって何件か断られたっていうぐらい結構ね大変な、まあ、この細かさで読めるレベルに刺繍するって結構大変なんだろうな。なんで、まあ、ここの刺繍の技術結構高いですっていう感じですかね。かぶってみようか。かぶってるかこれかぶってましたね。かぶるとこんな感じ。まあね、この状態、これがまあ普通の状態かな。で、こうやってね、ちょっと上げてあげても可愛い。いいかなと思います。あとはこうやって後ろにする。後ろにした時もちょっとねつば上げとくと、こう上を向いた時とか邪魔にならなくていいかな。この。でこのこれが気になる場合はここにねしまい込むこともできます。でカラーが4色ありまして、ピースグリーン、カーキ、これどっちだ、これブルーグレーかな、あとスモークブルー、まあ、このピースグリーン以外はかなり馴染む色で、キャップはね結構明るい色好きな方も多いですよね。でピースグリーンちょっと変更点ございまして、ここの刺繍の色今白なんですけど、製品版では濃紺、ダークネイビーですかねの糸で刺繍されるっていうことになりました。なのでご注意ください。そんな感じですね。布感のあるキャップ、いわゆるね作り的にはキャップなんだけど、まあ、レミイラのなんだろうな、まあ、レミイラ系な感じ、こう頭にかぶる服っていう感じの雰囲気というか、つばもねそんな長くない、ピュンってなってないですよね。なんかこう被る服って感じ、頭にまとう布みたいな、そういう優しい雰囲気というのかな、素朴な雰囲気というかを持っているキャップです。そんな感じですかね。まあ、デザイナーのねあの鈴木さんがこれを被ってる写真とかはご予約ページに載っておりますので、この動画の概要欄のリンクからポチッとしてチェックしてみてください。で今回からですね、あのご予約の発送方法お選びいただけるようになりました。これまではですね1個のカートでご注文いただいたやつは全部揃い次第発送っていうのを基本的にやってたんですよ。なので3月納期と5月納期のが一緒になってると全部まとめて5月に発送っていう感じになってたんですよね。だから入荷したら発送してほしいって場合は全部ねご注文分けてやっていただいてたんでしょ。ちょっとねその手間をねなくそうかなと思って考えた結果、こう別々で発送っていう選択肢を選べるようにしました。こっちを選んでいただくと、まあ、入荷のたんびに発送することができますので、よかったらそちらをチェックしてみてください。ご注意点としては、まずレミイラは1枚未満でも基本的には送料かからないので追加の送料はかからないです、ご安心ください。今回出てる CD がね1800円なんで、それだけはちょっと通常送料かかりますが、他のアイテムと一緒だったら、まあ、T シャツと一緒だったら1枚未満になっても送料無料で CD も送れますので、まあ、他のやつと一緒にうまいことやって発送できるようにしたいと思っております。あとあれか、この別々ね発送の時ちょっと発送メールっていうのをねシステムの都合上送れないんですよ。なんか発送メール送っちゃうと全部発送したことになっちゃって、ちょっとねその発送メール
が送れないんですけど、そこはちょっとご了承ください。もしあの伝票番号とか教えろよっていう場合は、あのちょっと備考欄とかにね、発送の時連絡くださいみたいな書いておいていただけるとご対応できるかと思います。そんな感じですかね。ちょっとね、今回からやり始めたことなので、あの僕らもちょっと手探りの部分もありつつ、お客様もね、あのご不明な点があるかなと思いますので、そういう場合はお気軽にメールでご連絡ください。そんな感じでぜひご予約お待ちしております。また。